B プロチャンネル。というわけで始まりました B プロチャンネル、記念すべき第1回目。いろんな企画は話しているけど、その中でメールを視聴者のみんなに送ってもらって、それを俺たちがどんどん答えていくのとかはどうっていう話が出ているよね。うんうん、いいよね、ラジオでよくある感じ。じゃあ次もその次もメール紹介できないってこと？そうだね。それじゃあこの番組って3本撮りだからさ、僕たちの回はコーナーなしってことでしょ。 B プロチャンネルの大事な1回目を俺たちは任されているんだから、みんながメールを送りたくなるような動画にしていかないと。なるほど、そうだよね。 B プロチャンネル。それじゃあ気を取り直して、どんな企画をやっていくか、いくつか紹介しつつ話していこうか。お願いします。一つ目の企画はバウンドレター。バウンドレター？バウンドって跳ねるって意味だっけ？そう、このコーナーでは心が弾むようなお便りを募集します。それって僕たちが喜ぶようなお便りを送ってちょうだいってこと？違うよ、視聴者のみんなが日常で体験した嬉しいこととか、俺たちに伝えたいこととか、何でもいいんだ。なるほど。例えばじゃあ昨日やっていたゲームで1位になったこととかでもいいの？もちろん。うん、ちょっと待って、あかねちん、昨日ゲームしてたの？だったら僕遊びに行けばよかった。あれ、ゆうた昨日仕事じゃなかったんだ。すごく早く終わったからすぐ帰ってきたんだよ。ゴーチンもケンケンも別のお仕事でいなくてつまんなかった。ふて寝しているユータの姿が目に浮かぶよ。マツは昨日何してたの？俺？仕事から帰ってきて、ももが夕食の準備をしていたからそれを手伝って、夕食が終わった後はムーンズのみんなで配信の海外ドラマを見てたかな。最初は1話だけ見るつもりだったんだけど、すごく面白くて、ワンシーズン全部見ちゃおうって話になったんだ。そしたらヒカルがポップコーンを。待て、こんな普通の話してていいのかな？全然いいと思う。ムーンズのみんなが普段どんな風に過ごしているとかみんな知りたいと思うし。こういうゆるーい感じも YouTube ならではみたいな。そうだったらいいんだけど。ほら、スタッフさんも OK ってうなずいてるよ。よかった。それじゃあお便りを送ってくれる方もこんな感じで気負わずに何でも送ってくださいね。まだ紹介できてないコーナーは次の回に紹介するのでお楽しみに。お便りも待ってます。Bプロチャンネル。わお。というわけでそろそろ終わりの時間みたい。え、短すぎる。最初の B プロチャンネルどうだった？すっごく楽しかった。現場の雰囲気もアットホームで、いつも以上に自分らしくできた気がする。わかるよ、最初は少し不安もあったけど。メンバーがユータと僕だし、自分が引っ張っていかなきゃみたいな。うん、そうだね。冗談、むしろユータとアカネで良かったと思うよ。二人が普段通りだからこそリラックスして話せたんだから。マッスー好き。ありがとう。でも次はマッスーに甘えないで、僕たちも進行できるようにしないとね。はい、頑張ります。視聴者の皆さんはどうでしたか？楽しんでくれているといいんだけど、番組の感想や僕たちにやってほしいことなど、ぜひこの動画のコメント欄に書き込んでくださいね。そしてなんと僕たちの公式ファンクラブ、ラブ&アートファンクラブ会員の皆さんはおまけ動画が見られちゃいます。本編で話せなかったこととか、おまけならではの内容になると思うので、ぜひチェックしてくださいね。ねえマス、
さっきの話の続き聞かせてよ。さっき？ほら、ヒカルンがポップコーンウォーって話。ああ、でも本当に普通の話だよ。いいじゃん、聞きたい聞きたい、みんなの私生活気になる。じゃあこの後ね。それじゃあ今回の動画はここまでです。視聴していただきありがとうございました。あ、僕最後にあれ言いたい。 YouTuber って感じのあれ。あれね、OK。 ん？さて今回のお相手は B プロジェクトスライブのアシュユータとムーンズの増永和奈とキラーキング不動茜でした。この動画を気に入ってくれた人はチャンネル登録と高評価のグッドボタンをポチッとお願いします。それではバイビー。あれってこういうことね。